はいどうも、ブラッドです。今回はエンゼルスのトレードデッドラインについて話していきます。エンゼルスが獲得した選手や、あと今回の一連の動きはどうだったのか、僕の評価を話したり、あと GM や監督のコメントも紹介していきますんで、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。じゃあまずどんなトレードが行われたかなんですけれども、先日動画でもお伝えした通り、エステベスがフィリーズに行きました。そしてその対価として、右ピッチャーのジョージ・クラッセン。彼は今、エンゼルスの参加3位に入ってます。で、もう一人、サワンのサミュエル・アルディゲリ。彼は8位に入っています。そしてデッドラインギリギリで決まったのが、ルイス・ガルシア。彼はレッドソックスに行きました。そしてその対価として4人。エンゼルスの11位に入った外野手のマシュー・ルーゴ。そして24位に入った一塁手のニコ・カバダス。そして右ピッチャーのライアン・ゼファージャンと、同じく右ピッチャーのジェファーソン・バルガスです。そして最後に、先日ジャイアンツから DFA となっていたリリーバーのマイク・バウマンを金銭トレードで獲得しています。エステベスの対価で獲得した2人の選手については、先日動画でまとめましたので、今回は触れていません。よかったらそちらの動画もご覧ください。ここからは、ルイス・ガルシアの対価で獲得した4人の選手について見ていきます。まずはマシュー・ルーゴ。2019年のドラフト2巡目でプロに入ったんですが、プエルトリコ出身でオールスター外野手のカルロス・ベルトランの甥っ子です。もともとショートとしてプロ入りして、そこから内野を守ってたんですけれども、守備に苦しんでいて、今シーズンから外野へ転向しています。ベースボールアメリカの評価によると、守備力は平均以下なので、将来的にはサードと外野が守れるバットファーストのユーティリティとして期待されるだろうとしています。今季初めてAAAに上がってから OPS792 と、まずまず活躍できていますし、このガルシアのトレードでは目玉選手なんで、ぜひメジャーで活躍できる選手になってほしいですね。そして一塁手のニコ・カバダスは2021年ドラフト11巡目でプロ入り。身長185センチ、体重106キロという体格の通りパワーが魅力で、今シーズンの WRC プラス151は AAA の所属リーグの中ではトップの数字です。三振率は 30% を超えて多いですし、守備走塁は全然良くないんで、かなり穴が大きく、活躍が限定されるんですけれども、ただ打てるっていうのは魅力ですからね。まあ左打ちのファーストっていうとシャニュエルがいますが、もしシャニュエルが起用できない状況になったらこのカバダス、僕はぜひメジャーで早く見たいなと思います。そしてブルペン右腕のライアン・ゼファージャンは2019年ドラフト3巡目でプロ入り。マックス100マイルの剛腕が魅力なんですが、今シーズン初めて AAA に上がってからは、9イニングあたりのフォアボールが 6.2 個。そして防御率は 5.47 と苦戦しています。そして最後にジェファーソン・バルガス。昨年の6月にプロ入りしまして、マックスは98マイルを計測します。スライダーは未完成で、サードピッチの開発も必要なんですが、まだ20歳ですし、これからの成長に期待ですね。以上4人がルイス・ガルシアの対価なんですけれども、これについてはめちゃくちゃいいと思います。今季のガルシアは堅実的な活躍をしていると言ってもいいと思いますが、レンタルのブルペン投手っていうと、正直もうこの4人のうちの1人でもおかしくはないと思います。そんな中、エンゼルスのトップ30に入る2人、プラスもう2人を獲得できたっていうのは、非常に素晴らしい対価を引き出せたんじゃないかなと思います。そしてこの夏のトレード戦線の評価なんですけれども、5段階評価で真ん中の C です。今ガルシアでも触れた通り、獲得した対価はめちゃくちゃ良かったと思います。エステベスの対価で獲得したピッチャー2人はエンゼルスの中で3位と8位。で、今回ね、さっき言った通り11位と24位。レンタルのリリーバー2人でこれだけの対価を得られたっていうのは、非常に評価していいと思います。よくやりました、GM は。ただ、トレードが噂されている選手が結構残ってるんですよね。で、その中で、来年以降も契約が残っている、ウォード、レンヒーフォ、アンダーソン。僕は彼らを残したのは理解できます。エンゼルス来年もきっと戦いに行くでしょうし、良さげな対価を引き出せないんだったら、来年のために彼ら3人を残しておくっていうのは、まあ、必然。なので、そこは全然がっかり感とかはないです。問題は今シーズンで契約が切れる選手ですね。ピラーとストリックランドです。まあ一応ドリューリーもいますが、成績的に難しいということで彼は除外します。ピラーとストリックランドは絶対に売れたはずです。ピラーと同じような外野手で言うとトビー・ファムがカージナルスに行きましたし、そのファムよりも成績がいいピラー、絶対に欲しがるチームあったはずです。で、どういう交渉してたかはもちろんわかんないんですけど、そんなに欲張らないでいいんで、もう今シーズン限りの選手は正直未来のためにどんどん売るべき。まあこれはあくまで見えてる部分で話してます。もしかしたらピラーが今季はこのままエンゼルスで引退したいって、トレードされたくないって言ってるのかもしれないんですけども、あくまで僕から見える情報から言うと、なんで残したのかっていう気持ちが拭えません。で、これはストリックランドも一緒。正直ガルシアよりもね、需要があってもおかしくないと思うんですよ。今シーズンの成績、指標から言って。で、他の球団見渡しても、ストリックランドよりも良くない成績の選手が、もううじゃうじゃ動いてるんで、きっとストリックランドも若い選手に変えられたはずです。この点については、今回のエンゼルスの動き、大いに僕は評価下げてます。まあもちろんピラーとストリックランドっていうベテラン2人が残ることで、プラスの部分もあると思います。残りの2ヶ月、他の若い選手とかにいろいろ指導したり、いい影響を与えてくれる部分はもちろんあるんですけど、長い目で見ると、今彼らをプロスペクトに変えた方が将来エンゼルスの助けになるんじゃないかなと僕は感じました。以上を踏まえてめちゃくちゃいいところがあったけれどもめちゃくちゃ良くないなって思ったところがあったんで、まあ真ん中の評価の C 評価としています。続いて GM と監督のコメントを紹介します。まず GM から、彼らがもたらすもの、そして若手選手への影響から移籍させるのは簡単ではない。結局のところ組織にとって何がベストか、何を提示されたかということだ。2人の選手を出して獲得できたものには満足している。エステベスの対価について、我々は2人のプロスペクトに興奮している。彼らは本当に良い若手だ。全体的に投手層の厚みが増したと感じた。ガルシアの対価について、4人は組織全体、特に上層部における層の厚さに大いに役立ったと感じている。続いてウォッシュ監督から1つ、来季優勝争いできるかという問いに対して、間違いない。おそらくこの冬は忙しくなり、助けとなるピースを揃えることになるだろう。若手選手たちは成長しており、来年に向けて本当に本格的に競争する準備が整うと思っている。僕はこのウォッシュのコメントが一番気になりました。果たして本当に冬、補強に乗り出してくれるのだろうか。さっき言いました、来年以降契約が残っているウォード、レンヒーフォ、タイラー・アンダーソン、彼らを残すってことは、来年本当に勝ちに行くっていうことなんで、前のオフにやっていた補強じゃ全くダメです。今言った3人を残した以上、オフに全然補強しませんでしたってなったら全く意味ないんで、だったらどんな若手でも交換しとけとなりますからね。特に来年までのレンヒーフォとアンダーソン、今が売り時だったと思うし、彼らを残したっていうのは絶対にこのオフ補強しなきゃダメなんで、全く無意味になるんで、このウォッシュのコメントの通り、ちゃんと動いてくれることを願ってます。はい、以上、トレードデッドラインのまとめについて話していきました。まあ、良くない部分も話しましたけれども、有望な若手たちがファーム組織に加わったっていう事実は、ほんと素晴らしいし、楽しみが増えたんで、気持ちとしては結構嬉しいです。あとは彼らを育成できるかどうか。今回のトレードをより良かったものとするために、本当に育成チームは力を入れて頑張ってほしいなと思います。はい。では、今回の動画は以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴー！エンジョー！さよなら！バイバイ！